毎度お世話になっております。ガンパレードマーチ実況プレイ続きをやっていきます。よろしくお願いします。はい、前回シコン号からシオク号に乗り換えたことで無双ゲーが始まりました。ですんで、今回から幻獣300やれるかなチャレンジを実行していきたいと思います。いやマジで四億号強すぎたね別ゲーだったもんな。一回の行動で一体ほふれるようになってたからね。しかも右左後ろと縦横無尽に刀を振り回して踊るように敵を殺すっていうのはこれのことだったんだな。また滝川に恐れを抱かれちゃうな。朝早くからすみません。早速ですか、シフトの変更を行います。カリア、あ、そっか、カリア君指令になったんだっけ。で、全行さんがパイロット、あ、しかも俺の後釜じゃん。舞ちゃんと二人きりでシコン号のパイロット、コクピットの中に半ズボンのおっさんが詰め込まれてる。これは許せないな。ちょっと待って、ダメだよそんなの。誰よそんな進言したの。ふざけてるわね。三国旗のパイロット移動になりました。移動させよう全行さんはなんだろうな、ニートでもやってればいいんじゃないかな。ちょっとダメだよ全行さんそんな。そう、舞ちゃんと二人っきり、あんな聞いてほしいねんけどどうしたまつりちゃん、今の俺みたいな顔してるぞ。どんな話かな。なあ一緒に訓練せえへん。今からがあれだよ、ホームルームだよ。あー滝川が止めに入ってきた。ちょっと銀剣突撃賞多分もらえると思うから、それもらってからちょっといろいろやりたいな。教室に連れてってくれ。150体でさ、滝川あんだけ恐れてたら300いったらどうなるんだろうね。あびゃーって言いながら失禁するのかな、しめやかに失禁するのかな。勲章授与、来た来た来た。20体以上倒すと銀剣突撃賞が確かもらえるからさ。そうだね、シルバーソードアサルトオナーですね。メダルよりもオナーの方が俺好きだな。メタルオブオナーやってたからね。あくんしぶとく生き残って、この安っぽいメダルをお前のものにつけるとは全くもって嬉しい限りと。ちょっと塩沢金人さん意識して喋ってみます。早見が表情に困っていると純粒子は破顔した。これだけ人を褒めるのは久しぶりだ。生き残ってそのメダルが自慢できることを期待する。以上だスネーク。追い詰められた狐はジャッカルよりも凶暴だ。覚えておけよスネーク。まあ幻獣300やれるかなチャレンジを遂行するにあたって、ちょっとね、欲しいものがあるんですよね。陳情か。なんかね、300体倒すと、幻獣300倒すと、なんか S ランククリアとかっていうのができるらしいんですけど、俺はこのゲーム、A も B も C もクリアしたことないんだけど、原さんに20年前に、25年前に視察されて、そこからクリアが全くできなくなってやめちゃってたんですけど、なんでもね、クリア条件によって、クリア状況によって、ランクが変わるみたいで、まあ、S ランク取るためにはその幻獣300体を倒してなんだっけ絢爛舞踏賞を取らないといけないらしいんですね。
て、その絢爛舞踏賞を取るのに必要な、まあアイテム、必要なっていうかあったら便利だよっていうのがこれっすね。 NEP 32,000 あー、もうちょっと安くできるんだよな。今ね、演説かなんかの技能を取ってるんですけど、ちょっとこの状態で発言力84はきついな。いやでも欲しいな。いや、もらっちゃえ。 NEP ください。3万、元4万ですよね。 NEP 送ってほしいんですけど、どんな武器かは知らないんだけど、これめっちゃ強力らしいっていうね。発言力が84になっちゃった。この状態だと、まあ、非常にまずいんで、会話すらできないからね。まあ、ここからは、ちょっと教室には戻らずに、そうだね、ちょっとやりたいことがある。他のメンバーの四魂号を、とにかく重くしたいと思います。そうすることで、まあ、動けなくなって、ずっと俺のターンができるはずなんで、ちょっと裏マーケットに飛んで、展開式増加装甲しこたま仕入れましょう。あ、もうめちゃくちゃ重くなってんだな。さらにこれつけるってできんのかな。さらにつけると、ああ、そういうこと。右肩左肩にしかつけられないんだ。あー、じゃあ外しちゃっていいよな。もったいないね。まあいい、ステップ4の状態でもう役には立たないからね。じゃあ、どうしよう。ジャイアントアサルト持たせるのもあれだからな。無手にするか。装備なしでお願いします。はい。で、完了と。自衛できた方がいいかな。いや、いいや。下手に戦って、怪我をされても困るから。で、あと3番機の武装変更と。これ電子戦にできないかな。突撃仕様になってるんだけど、機体を変更はあれか、みんなで作戦会議しようじゃないとできないんだよね確か。そうだね、ちょっとそれもやっとくか。もう戦えないようにしておこう。ジャイアントアサルトとかいらないでしょ。外してください。でもう一個展開式増加装甲つけて、これでも機関銃弾めっちゃ重くするんだったらジャイアントバズーカ、ジャイアントバズーカか。一発しか撃てないもんねこれ。そうだね、まあまあこれ持たせとくか。射程が1000ちょうだい。あー、どうしよっかな。あ、有効武器にはならないけど、重くはできるのか。あ、いいね。こうしとこう。うん。これでいいや。で、無手にしとこう。いいんじゃないかな。オッケーオッケーオッケー。これで、まともに戦えるのは俺だけになったということですね。お！喧嘩だ喧嘩だ。喧嘩は江戸の花だ。肥後だけど。武者食らわすぞ。いてもうたろか、あん。熊本弁対大阪弁。どっちも怖えんだけどな、怒った時は。どっちが勝つかな。あ、ボディにいいのが入ってる。ボディがお留守だぜ。7年殺しの威力を増したか。この中村さん、まつりちゃんに艦長を食らわせた。女とて容赦せんってことか。さすが中村さん、さすが肥後もっこす。やることがえげつね。早速来たー、来ましたわ NEP。 さあ見てみよう。視力がガンガン下がってってるけど、知ったことじゃない。もう必要ないからね、頭なんて。テレポートハンガー行きましょう。さあさあさあ、どういう武器なんだろうね。一回、あ、一回か。
S ランククリアには必須っていう情報だけ見たんですよね。どのような武器なのかまでは分かんなくて。一番機の武装変更か。名前から想像できないよな。武装変更。NEPR? これか。ちょっと待って、攻撃力9999って何？あ、でも、一発しか撃てないのか。どんな相手でも一発で倒せるって武器なのかな ?9999 ってアホだな。でもこれ一発しか撃てないんだとさ、使いどころさんがないよな。見た感じなんか銃なのか？結構重いしね。一応持ってくか。あ、両手武器なんだ。あ、ってことは、カトラス装備できないや。マジか。ジャイアントアサルトの代わりにカトラス装備させる？ここに、カトラスを持たせて、で、弾頭を外す。あ、これでステップ8にはなったな。でも NEP でかいな。一発しか撃てないんだもんね。使いどころないかもな。でも、そんな武器が S ランク取るのに必要なんて言われないよね。戦闘になんねえかな、早く。ちょっと実践したいんだけど。カリオくんが万翼長になった。俺よりもかなり出世したな。どこで差がついたんだ。結構だ。どうでもいいが、こうやっていると俺は個人の写真みたいだな。バカウケ。以上だ。自分から進言しないとさ、昇進できないのかな。あ、舞ちゃんが昇進した。くそー。どんどんクラスメートたちから遅れを取っていく。ん、なんだこれ。授業態度を決めてください。真面目に、静かに、静かに頼む、静かに。じゃあ積極的に猛烈に受ける。猛烈に受けてみるか。こんな感じ。先生に突っ込む。なんでやねん。猛烈に受けてみようか。こんな感じで。初めて来たな、こんなの。授業の受ける態度とかってファーチで決められるんだね。あ、とのみちゃん足プラプラしてかわいい。何してんの瀬戸口は。最大気力が10。気力が上がるだけ。あ、結構上がるんだ、授業出ると。銀河ニキ、授業受ける態度悪すぎだろ。節子に射殺されるぞ。あ、ちょ、デート、ちょ、まつりちゃん、まつりちゃん、あ、ちょっと瀬戸口、お腹が空いたな、じゃないよ。お腹別に空いてないよ。あー、いいよ。ちょっと断っとくか。どうしよっかな。萌えちゃん、まつりちゃん2人いるけど、どっちを先にプールに誘うか。まつりちゃんから行くか。近かったし。あ、ちょっと待って、一回みんなのムーブを止めないとダメだな。呼ぶで、みんな聞いてくれ。瀬戸口がホームルーム中にしめやかに失禁したってよ。で、まつりちゃんちょっとデートに誘うか。誘う。発言力293だけど大丈夫？あれ？誘えない。どうして？あれ、誘えないの？
デートに行こうぜ。あー、そういうこと？真面目な雰囲気とかになってんのか。あー、そういうことか。そっか、カリア君がいるからか。そういうことね。了解です。110で誘えるんだな。じゃあ萌えちゃんをちょっとハンガーに連れてくか。で、二人っきりになった時にプールに誘う。そうすればいけるはず。うん。消費発言力なんか増えてない？ああ、そうか、なんだっけ、あれだ、参謀か。参謀の技能を取ることで陳情の発言力、消費発言力減らせる代わりに日常の発言力が増えるのか。消費発言力が、そういうことね。そうだよね、確かそんな効果だった気がする。任せて。これで一番機のパイロットの仕事をしてもらって、で二人きりになったところでデートに誘おう。真面目に。可愛いなあ萌えちゃん。77。おお、明らかに増えてるよね。前なんか二人でやって40とかぐらいだったけど、戦車技能のおかげですかな。エッチな雰囲気になった。プールに誘うなら今じゃないかな。うおー、ちょっとすげえ人がいるんだけど。待って待って、だったら一回止めないとな。荒木ちゃんともデート行きたかったんだけどな。またそれは別の機会にしましょう。さあ、誘うでいけるね。ちょっと邪魔しないでね、みんな。110ポイントも使うんだから。よし、オッケー。しゃ、嫉妬マスクが来た。こんな天下の往来でお前ら何やってんだ。オラオラ、なんか知らんけど何人たりとも俺の前は知らせん。何なのこの人。わあ、かわいそう。俺はなぜ暴走。あ、田辺バキって。迷惑。えへへへへじゃねえよ。ごめん、メガネ踏んじゃった。弁償しなさいよ、まったく。悪気はなかったの。そんなんかお前みたいら急がないとって。当たり屋じゃねえか。許せ、ちゃ。節子は大人げないな。大人げない大人だな。大丈夫です。メガネ買いましたから。すっごい険しい顔してるけど。ごめんなさい、いえ大丈夫です。めっちゃいい雰囲気だったのに。だな、いや、弁償はさせた方がいいよ。おい、こら。節子とか言う、こら。陽子さんは騙してないだろう。いや、ならいい。おめえが世界をどうにかするってよ。そういう話をしてるんじゃないんだよ。世界とか言い出すな。いや、そういう話じゃないんだよ、節子。おい、節子、野球しようぜ。お前、ボールな。配送命令。あ、そうだ。3号機を電子専用に変えたんでした。
これで3号機はミサイルを撃てなくなった。いい話だ。ちょっと待って。おっ、もしかして俺の昇進かい。いや参ったね。幻獣170体も倒してからそろそろね、戦力長くらいになってもいいんじゃないかと思ってた頃なんですよ。待ってました純粒子滝。お前かい。わあ、万翼鳥だったよ。ちょっと待って、滝川の部下かよ俺。こいつ大して活躍してねえぞ。俺でしょう、出世街道まっしぐらなのは。おかしな話やで。でも、舞ちゃんどんだけ昇進すんの？舞ちゃん今、どれぐらいなってんだろうな。ロードキルみたいなことしてる。舞ちゃん多分さ、純粒子の下くらいまでなってんじゃないかな、今。そんなに上がってないかな。なんか昨日も出世してたんですよね。進言したいんだけど、発言力がないからな。早く戦争起きないかな。お、来たー、待ってた。もう俺が活躍できるのは戦場でしかないからな。誰かの声が聞こえた。戦場でアピールしないと忘れられそうだし。さあ NEP の出番だぞ。ちゃんと装備はしてきたからね。人よし、先駆防衛戦。NEP の性能とやらを見せてもらおうか。クルスはウォードレスを着用して、なんということだ。敵はどれだけいる？ミノがいるな。でもスキュラはいないな。お、いいね。ガンパレ歌って撤退させないようにしよう。さあ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 。どういう状態かな？こちら51日オーバー。ちょっと待って、なんか射程が。ちょ、待って。え、なにこれ？ちょうだいってこれマップの端まで届くの？ NEP の射程だよね、これ。なんじゃこりゃ。ちょ、どうなってんだ？滝川、え、あ、ちょっと待って、あ、俺か。あ、俺の思考だった。滝川がと思った。滝川の他の人たちはん？あれ？電子戦にしたんじゃなかったっけ？あれ突撃仕様のままになってんな。あれ？おかしいな。滝川は軽装甲だよね。滝川重装甲にしてもっと遅くするか。それもありだな。いやちょっと待って、この NEP がおかしいことになってる。これさ、もしかしてマップ兵器かな、この射程って。一体じゃなくて、この、何？範囲内にいるやつ全部倒せる的な？じゃなきゃこれ必須ですなんて言われないよな。ちょっと試してみるか。じゃあ、敵を巻き込みたいから、移動で、ステップで左に飛んで撃つがいいよな。左を飛んでもっと飛ぶ。 OKOK で、移動行動で向き変える。でなんかあとはすり足とかしとけばいいんじゃない。 OK。 いやーこれ早く打ち込みて。四翼号とさ、この NEP のコンビネーションはやばいでしょ。まだでも突撃仕様のままになってんだよな。それがちょっと気になるな。いいね、この射程はいいぞ。ダッシュして、お、いいね、この位置よ、この位置。
この位置がいいんだ。向かってくるでしょ。で上のやつ、おいいねいいね、いいぞいいぞ、来い来い来い、どんどん来い。上の友軍がおとりになってくれそうだな。いいね、まっすぐ来てる、いいぞいいぞ。まとまってきてくれれば、まあ俺の想像が当たってればだけどね。この NEP がマップ兵器的な、あちょっとこら何してくれてんねん。そうか、ジャイアントバズーカ持ってんのか。一体消し飛ばしちゃったな。これでこの向いた状態で左にズリズリ行けばまとめて殲滅できるんじゃないかなと思うんだけど、こうしておいて、おいいね。向こう側の射程がな、ちょっと扇状に広がるのか、こうかな。あいいね、次ぐらいに撃ってみるか。あ、ちょっと大丈夫、バグった。あよしよし、オッケーオッケー。上のミノさんがちょっと動いちゃうかな。右側がねおとりになってくれるというわけで、ここでしょ。これでぶっ放したいけどね。撃っちゃうか、もうかなり巻き込めてるよな。よし撃っちゃえ。あちょっと待って、その前にどんな見た目の武器なのか見たいから標準に変えて、標準だね、 OK で、もうこのままぶっ放すか、それか上のミノタウルスは無視してもうちょい右に行って、いやいいか、撃とう。もしちょっと射程、あの敵があんま巻き込めてないようだったらやめとくか。 NEP、 お3つで撃てるんだ。でも消費気力が半端じゃないな。来た、あやっぱそうだ、マップ兵器だうお、なんじゃこりゃめちゃくちゃでかい。なんこれ、魔法陣、あこれレーザーか、ビーム兵器だったんだ NEP って。変な魔法陣みたいなの、あ弱ん、弱くない、あもしかしてこれ、あそうだ HP 全部消し飛ばしてんだあそうだよね、弱いわけじゃないんだ、相手の体力が、相手の体力すべて消し飛ばしてんだ。じゃあ、あれか、格殺な、格殺兵器か。必中格殺兵器ってこと？いやー、やばい。強いな、これは。確かにこれがあると、絢爛舞踏賞取れるわ。そういう兵器だったか。ちょっともうちょっと左のやつら巻き込みたかったな、なら。あ、外れないんだ、やっぱり。必中兵器だ。ん？ちょっとあの、キメラとミノが入らなかったのか。まあ、よかろう。オッケー、すごいね、24体。いやーめっちゃ倒したこれはいいぞ。 NEP めちゃくちゃ強いね。これは絢爛舞踏賞取れるんじゃないかな、ひょっとすると。今24体倒したから、戦闘に入る前何体だったかな、トータル170は超えてたと思うんだけど、もうちょっとで200だよね。幻獣の勢力が盛り返してほしいな。
ちょっと人類側優勢じゃないか。かろうじてなんだ。人吉はもういいだろう。隣の先駆に移ろうぜ。玉名っていいのかな。オッケーオッケー。5月までだからあと半月か。あー、毎日一回戦闘が起きてくれたらいいんだけどね。残り多分あと100ちょっとだと思うから、1回で20体くらい倒せば5回の戦闘で300が行くんだけど、ちょっと厳しいかもしんないね。はい、じゃあ今回はこれで終了します。また次回よろしくお願いします。お疲れ様でした。